皆さん、こんにちは、アンナです。今回は久しぶりの YouTube をアップすることにしたんですが、毎週、ボーグガールで連載しているメイク動画、Get the Look with Anna で使ったアイテムをもうちょっと詳しく説明したいなと思って、今回の動画をアップしてみました。 チュートリアル動画では伝えきれないコスメのテクスチャーや使い方、そして肌トーンはどんな人がおすすめかとか、ちょっと細かなところまで話してみたいのでお付き合いください。そして Get the Look with Anna と一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。 春はカラーメイクを楽しみたいなと思うんですが結構質問で奥二重の人はどうしたらいいんですかアイラインっていうのもあったのでちょっと難しいパステルカラーがボタッとしないように隠しアイラインも入れてみました1月25日発売のトーンペタルリキッドアイシャドウから今回は5色発売のうちのパステル味の強いこの2色 パステル系のカラーメイク初心者はプレストタイプよりはクリームタイプがおすすめ。プレストタイプも可愛いんですけどアイテムによってはうまく色が乗らないみたいな悩みになりがち。クリームタイプだとキラキラとパールの入ったパステルカラーが目元に程よく透け感が残っておすすめなのでスワッチしてきます。 今回のメイクでメインカラーとも言える1番のペパーミントグリーンというよりは若草色みたいなほんのりとくすみ感のあるニュアンスが可愛い黄緑のクリームアイシャドウ結構付属のチップにしっかりとクリームが乗るので使う時に余計なクリームは取って調整して塗るのが使い方のポイント チップでマックスクリームをしっかり乗せるとアイライナー風に入れるとか意外に肌トーンが暗めの人におすすめのパッキリとした発色。チップのクリームの量を少量にして2度塗りしてから指でぼかすことでチュートリアルのように薄く透けた感じにまぶたにフィットして色白さんや一重の人にもおすすめの重くのっぴりとしない塗り方。 2番のダスティーピンクは結構どのトーンの肌の人にも合わせやすいからほんのりとラベンダー味を感じるピンクで目元をちょっとトーンダウンするんだけどシルバーのパールが入っているのでとっても春らしい色チュートリアルでは涙袋のところにピンポイントで入れてるんだけど肌のトーンとフィットしてすごくキラキラと光によって目元が光るのですごくツヤめいて可愛いいまずはチップでがっつりと塗っていきます さっきのグリーンよりはムラができづらく肌になじみやすくてこのチップでピタッと塗るのがすごくおすすめかも。 クリームが乾くまで触らなければピタッとフィットするのでキラキラ感がなんかフィルムっぽくつくので可愛いです。で、次に指でなじませると溶け込む感じなのでアイシャドウベースとして使ってもすごくいいかな。やり方によってだいぶ表情が違うんですがキラキラと光に当たると光るのがとっても可愛い。 チプラ界の優秀アイライナーメイビリンハイパーシャープライナー私も何本か持ってて使いやすくリターンしているアイテムいろんな色がある中から今回はチュートリアルではフェイクな二重と涙袋を使うのにこの2色をチョイス先細で滑らかな筆の動きがとっても優秀 2月8日限定発売のシャドーブラウンはフェイクな二重や涙袋を作るのに適した透明感のあるブラウン。にじみづらく落ちても目立たない色なので安心感もあり、そもそも二重の人もむくんで目が腫れぼったい日に二重のところに影にラインを引いておくと意外にお目目がパッチリしていい感じになります。 ソフトブラウンの甘さやナチュラルさじゃなくそして漆黒ブラックほどがっつりと黒ラインで目を囲いたくない時におすすめの色パステルカラーにブラウンだと少しほっこり感が出てしまうしブラックだとソフト感が足りないそんな時におすすめの仕込めるブラックのアイライナー アイライン入れたらこのメイク違うけどアイライン入れたいなと思う時や今日はマスカラの気分じゃないけど目力が足りないという時におすすめの透け感のあるアイライナーをデイリーアイテムのスタメンにプラスするのはどう ?RMK からの春新作カラーユアルックブラッシュ03グランドはコンパクトなパッケージがとってもいいですね。 日本のブランドなだけに日本人の肌に合ったすごく使い勝手のいいベージュのチークほのかにコーラル味を感じるベージュこっそりと入っている小粒のシルバーのパールが春らしいツヤ感をプラスしてくれるアイテムシェーディング兼チークとして顔の引き締め効果もアップしてくれます私の おすすめはブラシでソフトにふんわりと入れるのがいいと思います結構光に当たるとこのつぶつぶのキラキラがかわいいですよね2月7日発売クリニークイーブンベターポップ15番テンダーこのシリーズすごく売れそうな予感のするブラウンリップ好きにはたまらないシリーズクリニークのコスメって意外にコスパも良くて3200円でお値段もお財布に優しめなのも嬉しい 11シェードの中で一番クリアなブラウンの発色のテンダー。リップの見た目よりも塗ってみると透けた感じの発色感。しっかり塗るとウォーミーなブラウンリップに。チュートリアルでは指で塗ってるんですが、今回はシャーベットカラーメイクをポイントにしたいので、リップを強調するというよりは血色のトーンを整えるためのリップとして使っていきました。 こっくりと発色のいいセミマットなブラウンが好きな人にも新しく春のリップとしておすすめしたい軽めのブラウンリップそろそろリップも衣替えの季節ですね 初めてチャレンジした動画なので意外に長めになってしまいましたが皆さんどうだったでしょうかご意見や感想、質問などあればぜひコメント欄にお願いします。いいねとチャンネル登録もぜひお願いします。使ったアイテムと Get the Look with a n a のリンクは下に貼っておきます。最後まで見てくれてありがとうございました。